毎日フリーアナウンサーの加藤彩子が2020年の東京五輪開催年に結婚する可能性が高いという。加藤はフジテレビに在籍していた時、プロ野球選手のダルビッシュ有と食事しているところを写真付きで報じられたことがある。他にも、志村けんや明石家さんまと交際の噂が何度もあったが、週刊誌に写真を撮られたことはない。加藤は一昨年にフジテレビを退社して独立したが、その後は記者。会見やイベントでことあるごとに、恋人募集中、だと公言している。フジテレビに入社して3年目までは大学時代から交際していた彼氏がいました。しかし、関係を清算した後に自分の人気が出るつれ、希望が高くなっていって相手が見つからなくなったのです。加藤の知人、テレビ番組内。で加藤の婚期についての話題が、加藤が先頃、NHK の深夜番組、有田 P をもてなす、に出演した際に、結婚に関する話題が出たという。番組で占い師に加藤は2020年に結婚のチャンスがあると言われたのです。相手は IT 企業の人間で、年下は NG だとか。彼女は MC をしていたスポーツ番組、スポーツライブヒーローコート S で露骨にプロ野球選手狙いがわかるほどでしたが、今は取材機会もないため接触する手立てを失っています。しかし今は女優として連続ドラマにも出演するようになったため、占い師の言葉を誠に受けてスポンサー経由で IT 企業の関係者に接触を図るようになるかもしれません。女子アナライター、あと1年半、間に合うだろうか。妊娠中、の渡部健&佐々木希夫妻に関する、不穏な噂、かなりヤバい。昭和にあった、お医者さんごっこ、洋おもちゃ、熱愛発覚の小島春菜が、AV 出演か。とネットで話題に、元 AKB48、宮沢さえの活動休止で囁かれる、ある噂。